はい、ここね、小高山古墳かどうかっていうのをちょっと調査してみましょうかね。ちょっと入ってみましょう。もう見るからに古墳やけどね。中入れるかな。おお、入れそうやね。どっからが入る、え、どっから入る、ここから上がれる。おお、ここから上がれるな。ここから上がってみましょうか。おお、そこから先階段もありそうやね。おいおいおい、いや急だが大変登るの。おお、誰も登ったら気づけないね。おいおい、これ階段ももう腐ってますね。おいおい、うん、これ古墳か。もう下から見るとほんまに古墳なんだけどね。ね、はい、上がってきましたけど、どうなんだろうな、この形状。だからやったら10メートルぐらいあるんですけどね、高さね。もう横が道の駅なんですけどね、千谷赤坂のね。どうだろう、これ可能性、古墳の可能性はちょっと低いね、これね。ということはね、下がね、あまりのどうだろうね、これ。悩むところやね。こうやろう、こっちがどうなってんの。こっちものすごく落ちてるんでしたね。でこちらの方は、何にも書いてないしね。おお、これ降りれるのか、これ。この階段、もうね、見当たらないの。階段が一応あんのあんねん、これ、ほら。これ。これ。あるんですわ、これ。まあ、おそらく古墳だったかも、可能性強いね、これ。形からするとね。こんなんですわ。あら、ここにも咲いてますよ、これ。ここに、水仙が。この辺にも。ね、水仙の丘、水仙の丘から飛んできたんか、ここまで。ほんで、これ、これほんまに古墳やけどね、見た感じね。どっからちょっと 見られへんか、降りられへん。降りられへんな、こりゃ。ちょっとここ歩いて。ちょっと降りまへんか、ここは。ちょっと高い？ドーンと落ちるからな、こうな。これぐらいだと降りれるやろ。な、降りれる、降りれる。はい。これ、こっち、横から見てみましょう。もうどっから見ても古墳やけどね。で、車が来た。ちょっと、この辺が横入った。これね。綺麗に絵になってんね、ここはね。ほれ、絵になってる。なってねえけどね、綺麗にね。まあ見た感じはもう本当に古墳やけどね。どうなんでしょうね、丸くなってるし。で、上がね、土持ってあるしね。こう畑の横、これだ。ここまで来てもまだ分からんね。これはもったいな感じやね、土ね。これは古墳でしょうね、これ。どうやろう。随分古墳もあったけどね、形状的には古墳でございます。ね。今ずーっとね、横回っとんだけど、後ろ向きに歩いてんだ。ああ、危ないからね。こんなんです。ここまでやね。ここ先も行かれへんな。ここまでよ。ここはなんか電線引っ張ってやんね。ここやね。これは可能性は古墳ですよね。ね。これは古墳やけどね、これは。可能性としては。
はいはい、ちょっと調査してみましたけどね、古墳によく似た山、小山でございますね。上も上がってみたんですけど、向こうからね、反対側からね。この土の盛り方はね、で二段墳丘かな、そんな感じでね、持ってあるんやけど。さあさあ、早いかねえかな、こういうことをやっとられんな、次、王神天皇にちょっと行きましょうかね。はい、ありがとうございます。